はい、したい山田バスラヤイビン。本日はジョギング終わりたてでですね、今恩納村のこれはですね、ウンナナビーさんのですね、有名な龍華、ウンナナビーさんっていうのは沖縄のまあ有名な琉球歌人、女流歌人なんですがね、その方のですね、まあ有名な文が立ってまして、これ読むとですね、ウンナ町下に縮ぬフェヌ立ちし食い死ぬぶまでに縮やねさみ、ウンナ町下に縮ぬフェヌ立ちし食い死ぬぶまでに縮やねさみという、ちょっとこう琉球語で喋ってみましたけれどもね、まあこれ意味はですね、まあ当時ね、なんかモアシビというですね、沖縄の伝統的なですね、若者たちがまあ外でね、まあ、原っぱで、まあ、踊ったり酒を飲んだりね、そういうね、まあ、伝統な遊びがあったんですよね。毛足びっていうんですよ。毛の遊びって書いてね、そのね、まあ、それが風紀を乱すということでね、禁止になったらしいんですよね。毛足び禁止みたいなですね、ようなまあお達しが出てですね、それでそれについてですね、ちょっと皮肉を込めてですね、まあ今縦札がね、こう禁止の縦札が立ってるんだけれども、私たちの恋を止めることはできないのよみたいなですね、歌なんですよね。ね、ちょっと勉強になりましたか。はい、今日はそんなですね、まあ沖縄が誇る女流歌人ウンナナビーさんのですね、まあ生まれた場所とかね、この有名な文が立っているところでね、私お伝えしたいのはですね、なんとですね、今日でなんと私で2024年の読書100冊目に達成しまして、今読んでるこの100冊目なんですね。海を抱いたビー玉、森沢昭夫さんっていう方のですね、本なんですが、これでですね、なんと2024年9月17日の時点でですね、僕は本今100冊目になりましたね。今年の目標ということで、僕2024年は200冊読むぞというですね、目標を立てたんですが、まあ今のところ100冊ですね、読んでおりますね。まあ200冊は届かないかもしれませんけれどもね、やっぱこうやって目標を立てているとですね、それに近づこうというふうにですね、こう自分が動くんですね。だからこのシュガーホールもですね、やるぞって決めたらですね、やっぱりそこに動くしですね、お金も集まりました。そしてこの間もですね、ワンマンライブたくさんソールドアウト目指して頑張るぞって、ね、言うとですね、ソールドアウトにはならなかったかもしれませんが、過去最高のお客さんが大交流会で集まりましたということでね、やっぱり人間ってこう目標を立てて、そして何よりも実行するとですね、必ずと言っていいほどですね、その目標に向かって動いていくなっていうことが分かりましてですね、まあ明日から僕は、ツアーね、関東ツアーが始まるんですけれどもね、それに向かってまあ幸先がいい100冊目の、今日の9月17日というふうになりまして、しかもウンナナビーさんのですね、生まれた場所からね、お届けする動画ということで、台風がね近づいておりまして、実は今日ですね、本当今のところの予定ではですね、南城市のあざま共同売店さんで夕方から歓月会に呼ばれてるんですね。歓月会カラオケ大会もあるのかな、それにお呼ばれしてて、僕もですね、まあどうかな、台風とか、まあ、僕も明日東京行けるかなとかいろんな不安があるんですけれども、まあ神のみぞ知るっていう感じですね。今すごいトンボが飛んでるんですよ。トンボがたくさん飛んでいるということはですね、もしかしたらやっぱりちょっとこう異常気象がね、今起きてるのかなっていう、気がします。はい、ということで、今日はウンナナビーさんのですね、生まれた土地から場所から、本100冊目に達成しておりますということでございました。明日から東京に行けるというふうにですね、僕も行けるはずだ、行けたらいいなというふうに言っておきましょう。台風どうなるかな。はい、ということで今日も一日サラバンジ100冊目達成でございます。